はい、グレちゃん、ゴーシゴーシ。この人は買いたいという人とかおるっちゃないか。今回グレちゃん。でもね、欲しい。でもこれね、もう地域猫でね、ここ登録しておくね。あ、欲しいっていう人ことはね、ボランのおばちゃん家にいっぱいおるとよね、保護猫。うん。そっちを勧める。あ、うん、これね、やっぱほら、もうみんなさ、可愛がり要件。そうですね。うん、そうね、おらんことなんだ、ね、おらんことのみんなね、楽しみ。この二人はね、慣れとるけ。やっぱね、もう、で難しいと思う。一回外で慣れとったね。もう外が楽でしょうからね、そうそう、自由気ままにね、うん、そうで逃げた時がね、引かれたりするやろ。あ、そう、ね、そう、ね、それ考えたらね、もうここでね、みんなから可愛がるっていいかも、ね、確か、うん、まあ病気とかね、したらね、なんかちょっと可哀想なのは保護してもらいようけどね、もうそれ以外はもうここでね、みんなから可愛がられるやろ。猫にはダニがつかんとかやな。つくよ、ね、犬はつくもんね。飲み一応、あ、ダニなんかね、塗ってやるよ、あれを。犬はびっくり引き出したらさ、爪の間にダニがついとる。誰が、いやいや、何とかがつかんのかな。つくのはつくよ。うん、つくようなつくよ。犬でも猫でもつくのはつくじゃない。山本さんのおじちゃん。草むらに入ったらダニがつくって。山本さんのおじちゃんって一周回るよ。シードちゃん、さっさかあんまシードちゃん。猫に。そう。猫半分歩きは、歩きは、歩きはもうどうでもいいじゃない。猫見に器用だけ。ね、猫に器用。シードちゃん、はい。